水苔が高すぎる。安いチリ産水苔をふわふわに戻す方法。ニュージーランド産 A が3つ。こちらもニュージーランド産で A が2つ。A がね、多い方がね、ランクもちろん良くなります。こちらの前の動画でも植え付けてますよね。このように直接植物を植え付ける場合は、ランクの高いニュージーランド産の A がいっぱいあるやつ使った方がいいと思います。モスポールなどの場合は、ちょっとお安いチリ産。質がね、悪くなると言われていますが、こちら、江南オリジナルを初めて買ってみました。ランクがね、ちょっと見当たらないので、ランクはわかりません。で、例えば、ニュージーランド産と比べると、色がね、ちょっと黒い。こんなような特徴があります。その他、あと混ざり物。ここ見てもらうとわかるけど、こんなようにほら、木くずみたいなのありますよね、チリ産の方。本当に植物を植え付けるのにはどうかなと思ったんですが、モスポールには、これでいいんじゃないかと思って、初めてチリさんを買ってみました。こちら、江南のチリさんの水苔をちょっとね、出してみますね。こちらの水苔を正しい水苔の戻し方で戻してみようと思います。このようなビニール袋を用意して入れます。700cc のお水を少しずつかけていきます。あと裏側からもお水を注いでいきます。手で割っていきます。ゴミはこの時に細かく取り除いておいた方が後使うの楽ですよね。それにしてもやはり初めて買いましたが、チリさん枝みたいな棒多いですね。このようにほぐしてお水が全体に行き渡っていくのを確かめたらば、この封をして、ね、だいたい半日から24時間ぐらい置きます。大きな袋に入れ替えて24時間経ちました。確かにふわふわの状態になっています。このようにモスポールなどにこう使う場合はたくさん必要なので、これからはチリさんを使っちゃおうかなと思いました。余った水苔はこのまま封をすると腐ってしまうので、開封して乾かしてください。また使うとき水で戻してください。